撫でてキックキックキックですね。これでめちゃくちゃ軽くなるんで、くる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 。はい、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、寝る前に一杯飲むと腎臓にいいドリンクとリンパケアについてお伝えしたいと思います。腎臓って悪くなるとどんな症状出るんですか？腎臓は悪くなるとむくみ、疲れですよね。要するに排泄がうまくいかないって話になりますから、むくみがひどくなって心臓にも負担がめちゃくちゃかかるようになりますから、やっぱりだるいっていうのが一番大きいかなっていうふうに思います。結構自覚症状もなく病状進行したりとか？腎臓はそうですね。あ、そうなんですね、はい、腎臓病になっちゃうとどうなりますか？腎臓病になると、まあ、透析って形になると思いますし、まあ、透析もですね、すごく大切になってくるのが腎血流量なんですね。腎血流量が低いのが、まあ、腎臓病になりますから、腎臓に負担がかかるとかむくむっていうと水分を控える人がすごく多いんですけども、最近はそうでもなくって、水分結構取った方がいいっていう、初期の腎臓病に関して。あ、そうなんですね。そうですね。しっかりまずは水分補給するっていうのも、はい、腎臓心配な方は大事。腎臓心配な方はですね、寝る前も本当に一杯白湯を飲んでいただくでもいいっていう感じになりますから。あとミネラルですね。腎臓がうまく塩分っていうのをどんどん排泄していくと、やっぱマグネシウム結構足りなくなるので、腎臓に関してマグネシウムっていうのも、以前はあんまりこうミネラルを付加するのは良くないって言われたんだけど、マグネシウム取りましょうに変わってきてると。そうなんですね、はい、じゃあ腎臓がちょっと悪くしたくないとか、良、うん、くしていきたい、改善していきたい人は、うん、寝る前に白湯を用意して、うん、ほんのちょっと3かき1杯分ぐらいのマグネシウム、うん、そうですね、あのお酢なんかも非常にいいので、うん、リンゴ酢と、まあ、オリゴ糖ちょこっと入れてもらって、自分でこうマグネシウムをほんと一つまみ、ほんと自分でペロッと一つまみぐらい入れていただくと結構いいかなと思いますし、何よりなんですよ、腎血流量の問題である老廃物が腎臓を戻してあげるってことが非常に大切になりますから、リンパなんですよ。リンパです。腎臓とリンパそんな関係ない？めちゃくちゃ関係していて、実際に靴下をたくさん履くといいという話があったりしてですね、腎臓病の人がですね、これがですね、腎炎なんかも治っちゃったりするって、重ね履きがいいっていうのがあるんですけども、これもですね、足を温めてちょっと動くようにするっていうことがすごく大切になりますから、まあ、ちょっと締めるっていう意味合いもあるんですけども、これはですね、足を動かしてあげる、リンパを動かしてあげるだけでですね、実際にうちで足切断って言われた人がですね、腎臓関係ないんですけども、壊死で起こったやつが治っちゃったっていうのもありますので、実際のところ足指ワイワイと体をサササッと全身撫でるだけで、腎血流っていうのはめちゃめちゃ維持できるっていうふうに思っていて。そうなんですか、うん、だからもう本当に腎臓悪い人必須かなとか思ってます。リンパケア自体。そうですね、そうですね。だから腎臓悪い、あの心不全なんかでも、僕も末期の方とか見たことがあるんですけども、うん、足をくるくるくるって回しするだけで、パンパンにむくんでた足がシワシワになるぐらいまでシューって縮んでいくんですね。そんなにむくみが取れていくと。むくみめっちゃ取れますよね、そういうのでちゃんとリンパが循環できるような体になれば、腎臓に負担かからないよねって。そういうことです。負荷がかかるのは何かっていうと、老廃物が溜まっちゃったものがいけば負荷はかかると思うんですけども、老廃物がないものでさーっと流れていけば、当然腎血流良ければ排泄もしやすくなりますから。じゃあ腎臓を良くするために腎臓のところをするんだったら、全身のリンパを巡る状態にした方が圧倒的に根本的な、はい、そうですね、だからみんな水分を取った方がいいっていうと、あまりにも負荷かけすぎるので、本当に寝る前にコップ1杯だけで構いませんので、大さじ1杯リンゴ酢、米酢でも何でもいいですよ、プラスマグネシウムも1つまみです。パラパラ、耳かき1杯よりもちょっと多いぐらいですね。ちょっとでも下痢がするような人はやめといてくださいという話と、あとは足指ワイワイ、あの腎臓が気になる方がやった方がいい、むくみがあればやっていただければいいと思います。これによってさっき言った全身のリンパが流れて腎臓にも負担がかかる。そうですね、これでくる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 ですね、くる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 、上からこうみんな逆回しにこうなりがちなので、下から上、下から上で、上でこう開く感じでくる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 っていうことと、あともうとにかくもう今回は簡単にしていきたいと思います。撫でてキックキックキックですね。これでめちゃくちゃ軽くなるんで、くる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 、足くるくるして、足をくるくるして、でざーっと全体的に撫でてキックキックキック、もう一回ぐらいやりますね、くる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 、でざーっと撫でてキックキックキック。これでね、あの足踏みしてもらうと、もう全然重さも違うし、ここのむくみ具合も、今ちょっとこっちむくんでるんですよ、やっぱ
ここがアキレス腱がいつもよりはプニプニ、うんうん、でこっち見てもらうとこんなに細くすごい線ですね、線が出てですね、これぐらい違いますから、うん、今これぐらいしかないですよね、うん、でそれに対してこっちはパンパンに張っててこれぐらいあります。もう本当にすぐにむくみっていうのはシュッと引く、これはリンパなんで、リンパが流れることによってとにかくこれで戻っていくわけですよ。リンパずっと戻っていって心臓に入って心臓から腎臓に行きますから、まあ、これが一番大切だというふうに思っていて、皆さんもぜひね腎臓悪い人自分でねやってもらうのが一番いいので、その人の課題はその人が解決していく、我々が施術するとかそういうことではなくって、ご家族の方もやってあげるんじゃなくって一緒にやるのが一番いいです。自分もケアして相手もケア、はい、自分のケアをすることで相手と共振します。これは副交感神経というのは増幅するようにできてるんです、うん、本当に歌と一緒でハーモニーと一緒なので増幅するので、人のやつやってあげるよりは人のやつやっちゃうとその人の課題を奪う形になるから、その人がその人の課題を解決するために課題があると言っても間違いないぐらい でその人と一緒に私たちはサポートしていくっていうのが一番素晴らしい形だと思いますので、一緒にやる、相手がやってくれなかったら自分がやって足が軽くなったっていうことを喜ぶだけで相手は影響を受けてくれますので、私がどうするかっていうことが非常に大切で、何をしてあげるかっていうよりも私が私としてやっていくことがサポートになってきます。例えば自分がむくみがあるんだったら自分のむくみが解決することが人と一緒に、だからそれもですねやり方結構間違ってますんで、動画を見ながら一緒にやっていただくってことがすごく大切で、インストラクター以外の人はちょっと人に教えるのは控えていただいて、動画を見ながら一緒にやっていただいた方がすごくいいと思います。ただくる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 と回してさささささって撫でてキクキクキクって感じですので、一緒にぜひね動画再生しながらやっていただければ結構いいかなと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね質問やご意見、それからリクエストなどありましたらコメント欄の方によろしくお願いいたします。そしてですねチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてですね LINE の方でですね特別なお知らせとかしておりますし、登録がまだの方は LINE 登録していただくとお医者さんも知らないリンパの教科書 PDF でプレゼントいたします。これもね結構内容はですね図解入りでですね細かくしておりますので、ぜひ何回か読んでください。まだねあの LINE 登録してあるんですけども、それがもらえてない人の場合は LINE にプレゼントと書き込んでいただくと PDF がもらえますので、ぜひゲットしてみてください。